バウルスクスは、後期白亜紀のブラジルに生息していた、絶滅したワニの属。陸生の捕食動物、または、不肉食動物であった。化石は、チューロニアン・サントニアン外に相当するブラジルのアダマンティナ類層から算出している。属名は、ブラジルのバウル層群にちなんでおり、より小型のキノドントスクス属から再分類された。種は発見者のエング・ジョーベアンのパチェコにちなんで、 命名された、B. パチェキ、ブラジルのサンパウロのゼネラルソルガドカウンティにちなんで、命名された、B. サルガドンシス、ブラジルの古生物学者、アルベルト・バルボーザ・デ・カルバーリョにちなんで命名された、B. アルバートロワが報告されている。B. サルガドンシスの生態創造復元図 B。サルガドンシスは、砂漠気候に生息していた、陸生の捕食動物であったと見られている。外の位置から、 本種は、原生のワニのような水陸両方の生態には適応していなかったことが示唆され、重脚類のように幅が狭くなっている、噴部と葉からは、陸生仮説が支持されている。高温地域に生息していたという仮説は、原生のワニに基づくものであるとともに、産出している化石の相助にも基づいている。本種の化石は高温かつ、砂漠気候であった地域の反乱源と、 解釈されている巨大なきめ細かい砂岩から発見されている。原生のアリゲーターが行うような体温調節のため、あるいは寒気に水を求めて、バウルスクスは地面に穴を掘ることもできた可能性が高い。対応する、操縦、で非常に保存の良い骨格が報告されていることからも、これは示唆されており、これらの戦略で、 バウルスクスは、原生のワニよりも乾燥した内陸の地域で生息できたと考えられている。浴場骨が強く湾曲していることから、バウルスクスは、強い咬合力で素早く顎を閉じられたことも示唆されている。バウルスクスは獲物を待ち伏せし、巨子状の歯で噛みついて仕留めていたと推測されている。このスタイルは、原生のコモドオ,オトカゲのそれに近い。バウルスキュースは、 生態系の中で重要な役割を果たしていたと考えられ、アベリサウルス類と食料をめぐって競争していたと考えられる。B. アルバートロは B. サルガドンシスとブラジルの他の白亜紀のワニ型上を重くバウルスクスは幅が狭く長く伸びた頭骨を持つワニのトガであるバウルスクス科の模式族である。南アメリカ大陸の白亜紀から報告されたバウルスクス科の他の属には ストラティオトスクスとキノドントスクスがいるが、アジアの白亜系やヨーロッパや第三系からも報告されている。2011年の研究では、バウルスクス赤と呼ばれる分類群が新設された。バウルスクス赤の標徴形質としては、中型の体サイズや広い前頭骨など7つの形質が挙げられた。当該の論文では、ストラタイエタシクスマクスヘクティとバウルスクスのみが、 バウルスクス赤に含められており、したがって、ストラティオトスクスが最も、バウルスクスに近縁な属とされた。しかし、2014年に新属新種、アプレストスクスソルディドスを含めて発表された、系統解析では、B.E. アルバートロアは、バウルスクス属ではなく、アプレストスクス属に分類するのが適切と、扱われている。以下に、クラドグラムを示す。ありがとうございます。